スワンダフル。早速ですが、今日はスワバナを、そうですね、はい、皆様のスワバナからご紹介していきましょうか、はい、これ何回か前のスワンダフルで取り上げた直美さんと直美さんの娘さんの初恋の人の名前が同じだったっていう話題公開したんですけれども、そこからさらに直美さんその動画ご覧くださったみたいで、私と娘の初恋の人の名前が同じ加藤くんを取り上げていただきました。どうでもいい補足ですが、娘の初恋の加藤くんは超イケメンで、中学の卒業式には一緒に写真を撮ってもらいました。私がって書いてスワンダフルです、はい、この卒業式になんだっけ、こう第二ボタンをこう上げるとかなんとかってありました、うんうん、あったね、その文化ありました、あった。中学校は、うん、ブレザーなんで、この学ランとかじゃないんで、第二ボタンというかボタンがそもそも2つしかないんです、うん、でもボタン上げるとかもらうとかっていうのはありましたね、うんうん、でも別にこう本当にそのなんだろうな、好きとかなんとかっていうんじゃなくて、うん、まあもう一個イベントなんで、うん、クラスメートの交換、はい、ネクタイ上げるとか、うん、まあ、そんなことはやってたかもしれないですね。高校は僕入試の試験日と卒業式がかぶって卒業式出られなかったんですよ、うんうん、卒業式出てたらもうボタン全部なくなってた予定だったんですけど全部揃ってます、はい、あ、由美さん、由美さん、はい、中2の息子さんが部活を終えて帰宅、うん、最後校庭走ったんだけど、走ってたら無性にママのご飯が食べたくなって、帰りもまた走って帰ってきちゃったで、ハハしながら行ってくるのですが、胸キュンですと。あ、いいですね。ですね、やっぱりお袋の味。お袋の味ですね。僕、小学校の頃は東大通ってて、で部活動と、うん、スイミングスクールと両方やってて、まあ、5時過ぎくらいまで部活して、うん、でそこからすぐ家に帰って、でおにぎり食べて、でスイミングスクールに連れてってもらって8時くらいまで泳ぐっていう生活をしてたんです、ね、うん、でその学校からお家まで帰るのも結構時間がもったいないので、おばあちゃんが自転車で迎えに来てくれて、で二血して帰って、でおじいちゃんが待ち構えてて車で連れてってもらうっていう風な生活、輸送方法、輸送方法をピストン輸送みたいにしてたんですけど、まあ、おばあちゃんがおにぎりを作ってくれてて、そのおにぎりの味っていうのがすごく、あ、いつも腹ペコで帰っておにぎり食べたいと。お袋の味っていうかおばあちゃんの味なんだ。そう、おばあちゃん。へえ。おばあちゃんってめちゃめちゃ食べさせようとするじゃないですか。僕は子供の頃もすごい食べる子だったんですね。うん、で小学校中学校太ってたし。うん、むしろその親にはもうあんまり食べ過ぎないようにしなさいよって言われる少年だったんですけど、食いしん坊少年だったんですけど、おばあちゃんとかはまあたまに遊びに行くと、もう僕が面白いように食べるから、もうどんどん与えようとするんです。まだあるよまだあるよっていうので、だからもうすごくこうおばあちゃん家に行くと山盛りいろんなものを食べさせてもらえるっていうのが、僕はそれが楽しみだったところがありますね。そうか、僕はおばあちゃんと小学校から一緒に暮らしてたんで、うん、そう、結構夜はおばあちゃんの、その水泳行く前はおばあちゃんのご飯食べていくっていうのが、うんうん、で共働きだったんで、っていう風な生活をしてたんで、そういうもう家族ですもんね。そうそうそう、一緒に住んで、たまに会っておばあちゃんにたらふく食べさせられるっていうのは、あまり経験がない。その母方のおばあちゃんは横浜なんで、うん、そんなに遠くもないから、うん、まあ、ちょくちょく遊びに行ってたんですけど、うん、まあ、僕のおばあちゃんの味は、うん、豚肉の唐揚げで、うん、割とこう薄めの豚肉に衣をつけて揚げる唐揚げなんですけど、僕それが好きで、最初に初めて食べた時は記憶ないですけど、多分僕が気に入ってパクパク食べてたから、うん、だと思うんですけど、僕が行く日にはその必ず1日目にその山盛りの豚唐揚げが出るんですよ、で、まあ、それが僕にとってのおばあちゃんの味かな、で母も作ってくれるんですけど、同じの、はい、
逆にね、大学出るようになるとやっぱたまにしか、ええ、帰省できなくなるから、うんうん、帰った時に美味しいもの食べさせてくれる、うんうんうん、お赤飯炊いといてくれたりとか、あとはすっごいめっちゃいいステーキとか買って待っててくれたりとか、あとうなぎとか、うちはおじいちゃんが船大工をしてたんですけど、島根県の宍道湖っていう湖があって、そこにしじみかき漁船が出てるんですが、そのしじみかきの漁船を作ってたんですね。なので結構おじいちゃんも船を持ってて、でうちの前川で、その川でうなぎが取れたんですね。で帰るとその取れたうなぎを冷凍して取っといてくれて焼いてくれるっていう、おばちゃんがかば焼きをしてっていう天然のうなぎ、すごい、結構それがおばあちゃんたちかな、僕にとっては。へえ、いいですね。それは普通食べられないやつ、うん、なるほどね。はい、あとこの、あ、そうだね、直美さん、お伊勢さんのアマビエさん、これはお守りですかね、何とぞ何とぞコロナ収束お願いします、スワンダフルということで写真を載せてくださってます。あ、お芋のパイって書いてありますね。お菓子ですね。そう、やっぱね、その2020年はもう疫病ね、の年になっちゃったじゃないですか。なんで2021年、これがね、なんとか収まってくれるといいなと思って。うん、それは、お翔ちゃんの絵の力で。僕のアマビエさんのね、頑張ってもらわないといけないですね。うん、やっぱり、その、できなかったことも多かったじゃないですか。うんうん、例えば、僕ら、その、デビューした時に、うん、2020年2月にデビューして、うん、でまあ、そのもちろん演奏活動もそうだけど、うん、それ以外にも2人でいろいろやろうねって言ってた、うんうん、例えば登山行きたいねとか、うんうん、どっかキャンプ行こうよみたいな話とかもしてたんですけど、うん、ちょっとそれも叶わなかったので、うん、今年こそはという、行きたいね、はい、うん、まあ、ひっそりと山を登って、まあ、今年の夢はそれかな。いいですね、動画を撮って皆さん見ていただくと、はい、そうです、ね、ひたすら登る動画を撮る、はい、何も起こらないかもしれない他に。あと何やりたいかな。でもやっぱりなんか僕は結構翔ちゃんと会う時っていうとシリウスの時が結構多いから、うんうん、はい、まあ、遊びたいなと思って、あ、2021年もっと仲良くなりたい、なるほど、プライベート講師ともにと思ってます。何がいいですかね。だから僕結構翔ちゃんのそのインドアの趣味を僕もやってみる、はいはい、一緒に、うん、陶芸とかやります。陶芸 やるの。やったことない。やったことない。でもお互いやったことないインドアとかですね。陶芸教室とかもあるじゃないですか、うんうん、そういうところとか、うん、ちょっとこう大人な趣味って感じしません。陶芸趣味です。そう、うん、でこれ作ったんだよねみたいなこととか、うん、スワンダフルどうなっちゃったのみたいな。そうそうそう、今日の作品です。今日の一皿。渋い。すっていいね。いい仕事してますねっていう褒め合う会。いいね、そう、料理をお互いこう、うん、なんか一品ずつ作るとかって楽しそうじゃないですか。いい。僕別に得意でもないんですけど、うん、まあ、なんせ器用なんで、うんうん、多分ね、それなりにはできると思うんですよ。うん、男の子料理って、はい、得意とは言えないけどでもうまいみたいな、うん、はいはい、わかります。ちょっとこう荒いけどっていうやつね。ありますね、うん、なんでお互いちょっとリクエストしましょうよ、うん、何かこれが食べたいっていうのをそれぞれリクエストして、うんうん、それを相手のために作るっていう回、うん、いいね、やりましょう、やりましょう。これは多分ちょっとこう結束が深まるんじゃないでしょう。味の好みが違いすぎてちょっと一緒に飯食えねえよってなるかもしれないんですけど、うん、それもありじゃないですか。いいね、それもいいね、はい、料理。僕はだから逆にその、うん、自分一人じゃ絶対やらないスポーツ系とかを、まあ、登山も一応そのアウトドアスポーツの、ね、うん、ジャンルに入るかもしれないですけど、うん、結構なんか、はい、声楽家の人でサッカー好きな人多くて、芸大でもよく体育館に集まってみんなでこう先輩後輩混ざってサッカーしたりっていうのあって、はいはいはい、今でも結構外でフットサル、うん、うんうん、をやってる友人も多いんで、まあ、そういうところに一緒に、ま
まあ、人集めてやりますから、ね、でそこはちゃんとそのチームとしての強さのバランスをこう取っていただければ、まあ、僕みたいな初心者とあとね経験者の人たちのこ うまくバランス取ればそれなりに面白くなるかもしれないです。そうそう、フットサル面白くてあの女性とかも入ってうまいことそのバランス取れるようなルールがあったりして、サッカーはもう小学生以来やってないんで、はい、もうまっすぐボールを蹴れるかどうかも分かる。リフティングとか1回もできないです。1回はできるか1回ですね。トンがもうトンじゃなくてトンだからもうダメじゃないですか。そうすると2回目がもう いっちゃってるから、うん、スワンダフルのツイート、ユミさん、ブックレットがまた2人の思いやりやこだわりがギュッと詰まっていて感動です。お、写真も本当に素敵だし、翔くんの才能が存分に発揮されています。毎日開くページを変えて飾れるクオリティですと、はい、この CD ね買ってくださったみたいで、うん、あの、はい、この間紹介しましたけれども、うん、ブックレットを僕ら結構 こだわって作っておりまして、はいはい、イラストとかも写真もちろんなんですけれども、うん、あの歌詞の大役ですとか、うん、あのそういった文章のところも、うん、はいはい、僕たちが書いておりますので、うん、ぜひそちらも、はい、あの買ってくださった方もう一度読んでみてください。サブスクとは違った楽しみをね、はい、いただければと思います。CD 飾ってくださってまして、うん、スタンプカードも飾ってくださってますが、うん、スタンプすでに4つ溜まってます。あと2つでコンプリートですね、はいはいはい、早く決めないと、ね、早く決めましょう、はい、6つ揃った時の得点は、はい、はい、少し、先になるんですけれども、うん、僕たち、シリウスですね、キャンディードに出演します。3月13日に、うん、ハミングホールにて、シリウス2人で出演します。キャンディードを、はい、出演する予定にしております、はい、ぜひ皆さん、お越しいただければと思います。父ちゃん、うん、特にないですね2月14日チョコレートお待ちしております。はい、よろしくお願いします、はい、ではということで、はい、本日はこのあたりで、はい、はい、皆様ご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。